お疲れ様です。胃カメラはですね、9年ぶりになります。大腸は8年ぶりということで、ほぼ初めてだね。ほぼ初めてと言っていいです ね、はい。40歳に突入したんで、ちょうど受け時の時期だと思ってます。直接その検査に影響するかって厳密に言うとないと思うんですよ。でもまああんまり飲みすぎちゃうと胃腸の動きが悪くなっちゃって、やっぱ便が出にくくなるんで、まあ、軽く飲む分には支障はないと思うんですけど、卵 OK、 卵 OK ですね。お肉もお肉も全然 OK。 これこっち野菜はダメ、ね、そうですね、うん、はい、やっぱり検査の前日は徹底して大腸内きれいにしないといけないと思ってます。やっぱ昼から気をつけた方がいい。でも朝から、あ、朝から前日の前日の朝からもう食べ、その野菜類とか食べちゃうと残っちゃうんですよ。ちょっとでも本当にこんなごまがっていうのが内視鏡で見たらもうすごい大きいな塊として映っちゃうんで、いくら下剤を飲んでじゃんじゃん便が出ても野菜とかごまとか種とか出ないんですよ。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。今のところスムーズですね、うん、もう半分超えましたけど、これが飲みにくいがために検査をためらってる人っていうのは、あの私の経験からも今までいっぱいいますんで、うん、下剤が意外と楽に飲めたよっていうのは、大腸検査を受けると上でとっても重要になってくると思います。本当飲みやすいです。普段はやっぱり患者さんのことで精一杯なんですけど、いざ自分のこととなると、じゃあちゃんと生活習慣気をつけたかなとか今更ながら、はい、ちょっと心配になったりして、それが今日結果に出るんじゃないかと思うとちょっとドキドキしてますね、はい、そのたるさんと、はい、はい、お願いします。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 これの喉のところの下がね、ベロがこうあります。でベロのところからこう入っていって喉のところにこう入っていきます。これ右に見えるのはこう扁桃腺ですね、これね。で喉のとこ、咽頭って言われるところですね。で今度上に喉頭が開いてて、こう唾を飲んだりするときに、肺の中に気管支にこう唾が入らないようにこう蓋をする役割のものがこうあります。でずっと喉頭って言って喉頭がんとかできる場所で、まっすぐ行くとあのハの字になっている白いのが声帯ですね。でまっすぐ行くと肺の方に入るんで、食道がここの下側ですね、ここから食道に入っていきます。結構ここ鎮静剤やっぱ使ってないと結構ゲーってこうなっちゃうんで、よく観察がねできないんで、やっぱ少しこう鎮静剤で打とうとしてる方が観察ができますね。こうポリープがねこう胃の中にこうありますね、こういうね。胃のポリープってほとんどがまあ良性で、ちょっとこれこう拡大してこう見るんですけども、模様を見てもやっぱりこう正常の胃のポリープなんで、まあ、胃のポリープって大腸と違ってほとんどがん化しないんで、いわゆるニキビみたいなこうタイプのものが多いんで、なんかよく検診とかのなんか胃のバリウム検査とかしてポリープがあって結構心配される方とかいるんですけど、
ほとんど胃の場合は心配しなくても大丈夫かなっていう、ちょっとこう NBI っていうのにちょっとこう変えて、これ光の波長を変えてるんですけども、これで見るとよりこう鮮明にこう分かりますね。こういう感じでね、山本先生の胃は比較的というかかなり綺麗ですね。いわゆる胃がんになりにくいですね。やっぱピロリ菌がいると胃がんになるリスクって10倍以上高くなっちゃうんですね。ちょっと まず問題ないんですけど、一応念のためちょっと生検だけしておきます。でこれこう組織をつかめ噛んで、はい、 OK です。わずかにこっちが出るんですけど、このうちってすぐ止まります。感覚はないんですか？ないです。全くないです。眠ってるような感じですか？眠ってましたね。全くきつくなかったです。ちっちゃいけどポリープがありますね、ここね。完璧、OK です。はい、ちょうどね、これが腸の一番奥のとこですね。盲腸って言われてるとこ でちょうどこの左側のちょっとこう膨らんでる部分が小腸と大腸の境目のこうバウヒン弁って言って、弁がこううんちが逆流しないようなこう逆流防止弁みたいな形になってるんですけど、でちょっとここから観察をねしていきます。でちょうどここが小腸の入ったとこなんですけど、これこう絨毛って言って、小腸の場合こう絨毯みたいな感じでこういう風に毛がこうバーっていっぱい絨毛ってあって、ここからこう栄養をね腸ってこう吸収するんです。これ小腸の特徴ですね。この毛がいっぱいたくさんこうある。でここから大腸の中にこう戻ってくると、大腸で絨毛とかがないんで、こうスルッとしたようなこう腸の粘膜してるんで、大腸ってこう栄養は吸収できなくても、ただ水分を吸収するだけですね、大腸ってね、役割としては。で便を、どんどん移動させていくっていう、まあ、主な働きと、水分を吸収して便を固形にしていくっていうね役割があります。相馬先生、これ形質って言って、腸の中にこう穴がこうありますね、こうくぼみがね。結構便秘気味な方とか、あと繊維質の少ない食事をしている人でこういう形質ってできやすいんですね。この穴ですね、これね、こういうくぼみがね。でこのくぼみがある方って比較的ねポリープができやすいっていう、こう体質、繊維の少ない食事をしてたりとか、便秘気味の方ってやっぱポリープができやすいんで、形質がある方ってやっぱ結構要注意というか、ポリープが結構できやすいんで、ちょっとまあ気をつけて、定期的には検査した方がいいかなっていうような、まあ、いわゆるちょっと体質みたいなもんですね。美味しい。はい、楽でしたね。本当に楽でした。少しぐらいきついとかあるのかなとか思ったりもしてたんですけど、全くきつくなかったですね。本当にもう終わったのっていう感じでした。